動画をご視聴の皆様、こんにちは。福音チャージ YouTube チャンネル案内人の M です。はい、今日はですね、私来ておりますのが中テレ祭り2024の会場、の福島日産ブースに来ております。こちらビッグパレット福島で行われております中テレ祭り、福島日産も協力をしているということで、はい、まあ、さっきからうろうろとですね見させていただいておりますが、こちらアリアニスモです。日産アリアの中でも特別な1台、6月発売予定のアリアニスモスポーツモデルとなっております。今日もですね、たくさんの方に見ていただいておりますが、口を揃えておっしゃいます、かっこいいですね。はい、私もそう思います、かっこいいですよね。ということで今回はアリアニスモ、どんな車なのかをちょっと見ていただく、そんな回となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、改めまして本日持ってまいりましたのがこちらの車、アリアニスモ B9 E-Force のモデルとなっております。アリアの中でも最上級のモデルで、ボディカラーはステルスグレーとブラックのツートーン、はい、ステルスグレーもニスモステルスグレーという名前になっておりますが、標準のステルスグレーと何が違うんでしょうか、実は私もよく分かっておりません。でも見てください、分かりますよね、これがニスモだっていうことは。はい、バンパー株の赤いライン、そしてこちらに、はい、ニスモの文字が描かれております。はい、最近ですね、オーラニスモとかもそうなんですけれど、はい、センターに、バンパーのセンターにニスモのエンブレムが搭載されております。はい、アリアのデザインですね、アリアニスモのデザインですね。こちらバンパー株に、赤いラインとともにリップスポイラーが、はい、こちらでございます。でさらにですね、ここの部分、はい、標準のアリアもですね、ここにホイールハウス内の空気を抜くためのしっかりベンチレーションの穴がついてるんですが、これも、はい、ニスモ専用のデザインとなっております。はい、リアに回ってまいりました。こちらですね、アリアニスモも、はい、標準のアリアと同様にテールランプは横一文字のもの、テールランプは標準と一緒かなと思いますけれども、もうリアバンパーももちろんアリアニスモ専用のものになっております。あ、こうやって見るとですね、結構この厚み感のある、この幅がですね、太めのデザインになってるかななんていう気もしますね。はい、これ真上から見るとかなり太い赤いラインが描かれております。ただしこれですね、真後ろから見るとシュッと細い、はい、どうでしょうか、スマートなラインが特徴かななんても思います。でもう一つ、アリアニスモのテールのデザイン特徴的なのがこちらですね。はい、はい、こちらテールにもですねスポイラーが搭載されております。こちらアリアニスモ専用のものということでですね、結構特徴的なデザインかなと思います。はい、ここキュッと上に上がっているようなデザインの、はい、スポイラーがついております。はい、こちらですね、いかがでしょうか。はい、でこのアリアの標準のですね、はい、ルーフスポイラーも長く幅の太いですね、かなり印象的なデザインの、はい、ルーフスポイラーと、さらにスポイラーテール部分にもついておりまして、この2段のスポイラーになっているというところもですね、真横から見たときにすごくアリア特徴的なデザインだなというのを印象付けるものになっております。はい、アリアニスモサイドのデザインも見ていきましょう。まずはこちら、パッと目を引くドアミラー、ここに赤いライン入ってるんですけれど、割とですねニスモのこのサイドミラー、こう横に長い赤いラインがつきがちなんですが、ここはすっと短く、そしてここからサイドターンランプに続く、そんなデザインが採用されております。控えめとも言うかもしれませんが、ワンポイントシュッと入るだけでも印象だいぶ変わりますよね。でさらに、はい、もちろん下の部分にも、はい、フロントスポイラーから続く赤いラインがズバーッと横に入っております。はい、ここのですねサイドシル部分もニスモ専用のデザインになっております。細かい部分ですけれど、こういったですね専用の、はい、エアロ形状が採用されているのが動画でも伝わっているでしょうか。はい、そしてもう一個サイドで大事な部分といえばこちらですよね、タイヤです。はい、アリアニスモ専用のホイールになっておりますが、かなり巨大ですね。
ピアノブラックとシルバーの組み合わせのものになっておりまして、ここにちょっと控えめにですねニス元掘り込みが入っております。タイヤサイズが 25545R20 の20インチアルミホイールで、今日会場でもこちらご覧いただいた方たち口々にこのホイール何インチですかって聞かれました。20インチでございます。いかがでしょう。タイヤの太さも255ということでかなり太いですよね。スポーティーなアギアニスモにぴったりの巨大なタイヤとなっております。はい、運転席に入ってまいりました。もうニスモの特徴、赤いライン、赤いデザイン、はい、このアリアニスモのインテリアにもしっかりと織り込まれてるというかめちゃくちゃ特別感のある演出されております。いかがですか。これかっこいいドアパネルが怪しく赤く光っております。でこちらですね、ドアパネルとそしてもちろん足元も、通常のアリアだったらここ白く光っているのが赤黒く光っている。テンション上がりませんか。でアギアニスモですね、もちろんインテリアもブラックと赤のコンビネーション各所にございまして、こちらニスモの専用のシートですがスウェード調のブラックの質感、そして、はい、赤いステッチがパンチングの、はい、そして赤いパンチングというよりはパンチングの黒いレザーの後ろに赤いレザーが張り込まれている、そんなデザインとなっております。さらにニセモといえばというところなんですけれど、私やっぱりいいなって思うのが、はい、ズンズンズンと、はい、ピラーもブラック、そしてルーフもブラックなんですね。この特別感がニセモらしさを演出しております。はい、いかがですか。このブラックに統一された中に怪しく光る赤い光、そして各所に盛り込まれた赤いラインのデザイン、ステッチも赤、そしてもちろんスタートボタンも赤で、隣にはニスモのエンブレムがしっかりと装着されております。はい、私ですね、もうこのニスモの外観デザインもいいんですけれども、インテリアデザインが本当にテンションが上がるっていうか、まあこれテンション爆上げ間違いなしですよね。この赤い怪しい光、怪しいってあえて言いますよ、ニスモらしいけど、はい、格子模様の奥に赤い光が輝いてるだけ、なんでかっこいいんだろう、ちょっと中二病心をねくすぐられる、そんなデザインかなと思います。男の子みんな大好きですよね。ところでニスモのモデル1個期待するのがシートベルトですけど、色は普通のブラック、ただしちょっとカメラで伝わるかな、はい、しっかりとですね高級感のある折り込みのデザインがですね組み合わされた、そんなデザインとなっております。アリアニスも赤かな黒かなってどっちかなと思ったんですけど、ちょっとですねやっぱりアリア落ち着いた大人の雰囲気も生かしていく車というところで、オーラニスモのような赤い、シートベルトではございませんでしたが、それもですねやっぱり室内がブラックに統一されてるっていうところの、この統一感バランスを見ての選択なのかなと思います。ということはいかがだったでしょうか。本日は日産アリアニスモ特別展示をしております。本当は6月発売なので先行展示となっておりますが、はい、こちら中テレ祭り2024の会場からお届けしてまいりました。もっとじっくりみんなに見てもらいたいなって思いますので、ご紹介する機会他にもありましたらまた動画にしたいと思います。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。